つの新時代の、ね、体験をしてもらいたいなと思ってますね。吉野さんも12丁ぐらい買うって言ってましたから。デスマシンだ、うん、マガジン抜かなくて大丈夫ですか？大丈夫、一応外しとく、怒られそう。いやいや、ここ置いとく。腹打ちデスマシンだって。すごいすごい。ですで、正直、正直なレビューなんだけど、ここあるじゃん、ここ。ここが、抜いた時に、ちょっとショートできたら最強。ね。まあ、フルにってことですね。トリガーが。あ、でもすごいよ。これはすごいわ、デスマシー。いやー、これちょっと冷たいけど、これいいね、うん、お疲れ様でございます。あのピッチョリーナさんのコーナーでございます、ピッチョピッチョピッチョじゃんけんほーいチョキだよね。これからこれが流行ると思うんですよ。おっ、ババさんもほら見て、嬉しい。人見です。公式の仕事。これをください。ありがとうございます。3000万円になります。3000万円。やったー。3000万円。やろう。すげえ。これでも作んの？え？でもこっちほら、あのナイトビジョンゴーグルじゃん。あえ、これどう？これもいい。こっちもいいね。マジ？あ、じゃあこっちも作るか。うん。とりあえず、あの、確実に1人は買う。ありがとうございます。あ、5000円。2000万円。もしこれをつけると500円値引きます。え、500円値引くの？値引きます。これいくら？2500円。500円値引きます。あー、ちょうど買えると。そう、ちょうど買える。どう？おっ、動きがついた。そうだよ。これで5000円にしてくれよ。じゃあこれで5500円。微妙。じゃあしょうがねえ。オークション。ありがとう。オークション形式だった。じゃあ5500円。知らなかった。ありがとう。え、ありがとう。うん、いい感じ。嬉しい。ありがとう。今日は一日後、いろいろ見たの。ヘタレンジャーさんとか、一日後テイラーさん、あとはムーンショットさんが、いろいろ見て、いちいちごテイラーさんがね、ちっちゃかったの。だからそれ買おうと思って35000円だったの。でも全然これまだ1万円分ぐらいしか売れてなくて、やっと1万5000円ぐらい売れました。いいね、いいね。目標金額まで1万5000円。これもしかしたらマッキーとかあればサインとかつけてくれるんですか？サインとか。サインはいらない。サインいる、サインいる、サインして。自分で買ったやつ。これ裏でしょ。どう？裏だよね。裏でいいんじゃないかな。あー、なるほどね。え、だってさ、こうやって持ってもわかんないよ。わかんないよ。あの、すげえ。でも本当にサインかどうかもわかんない。逆に言うと本当のサインかどうかもわかんない。名前もバレてる。熱い、汗ビチョビチョやぞ。どこがですか？どこがですか？脇。あ、脇。ちょっと待って、違う違う。あんまり、自分でやっといて。違う違う違う。自分でやっといて。振られたから写したのもおかしいな。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、なんか友達だよ。
これ安いぜ、これすごい安いぜ。これあのだってこのデザインでサイン書いてる。あ、どうぞどうぞ、これいいよこれ。これいいよこれ。お客さん、お客さん、ありがとうございます。一ダンス、一ダンス、一ダンス。一ダンス、一ダンス、一ダンス。押し売りが始まる。全部全部。やった。一ダンス入れた。一ダンス来ました。3000万円になります。はい、3000万円。3000万円です。お願いします。え、サイン会でいいの？で、お願いします。ニックネーム何にします？カセピーではない。ひらがなカタカナ。カタカナで。カタカナで。カセピー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 。いいなぁ、いいなぁ、ここは疲れた、いいなぁ、ダーリン、やべ、うるせえやつのバディだ。あー、確かに、うん、今やってるからね、うるせえやつ。そう今やってるね、ちょうど。じゃあ、ここ伸ばしたけど、ここつけたけど。あ、そう、そう。はい、3000万円です。3000万円になります。やった、3000万円です。3000円です。はい、ありがとうございます。好き。やったじゃん。これをつけると、5500円のところ5000円にします。いっちゃおう。え？いっちゃおう。ありがとう。私1万もらったっけ？記憶が飛んじゃった。記憶が。ありがとう、ハゼピー。やったー。ありがとう。またね。バイバーイ。間違いない。私も手袋する。まさきさんやってる笹のアリです。よかったらツイッターとインスタのフォローお願いします。はい、目指せ10万人です。メカニクスの寿司あげて。メカニクスで。2個目です。あ、2個目、2個目愛用してます。嬉しいです。出会いに感謝。じゃあ終わりで。終わりで。嬉しい。97さんで横乱にします。はい、やっと来れましたね、97さんコーナーね。どうですか今日は。 CAT の調子は。 CAT 調子いいですね。アポロ、アポロとオレオ。あ、なるほど。そうなんです。あ、なるほどね。はい、マジか。これね、あのアルミかな。結構ね、重いよこれ。吉尾さん地面に B90 持ってる。ペルン入り、ペルン入りの P90。 セレクターはセミオートだって。え、こんな軽かったっすか。多分元からですね。 P90 ってこんな軽いの、うん、すごい。じゃあ引かせていただきます。これはセミオートです。軽っ。超軽いよ。すごいすごい。癖になりますね。そうなんですよ。癖になります。すげえ静かだし。そうなんですよ。一応これモーターブラシレスモーター使ってるんですけど、そういった特殊なカスタムにも対応する電子トリガーができました。これブラシレスモーター入ってます。ブラシです。ブラシですか。ブラシです。ありがとうございます。カズキさんの好きなやつ。そう。ここにマガジンがつくからね。
あ、いい。元の本体どこにあるの？これとしかマレーです。マレーです。はい、ノーハイサイクルですね。え、これもブラシです。はい、ブラシです。はい。最近ブラシレスみんな好きですね。まだ電子トリガーの採用しなかったんですけど、使用するようになってきて。そして、かっこいい。これすごいね。なんだこれ。めっちゃ軽いよね。すげえ。なんだこれマジで。これあれあれなんだ。フロートとかどこでやったの？フロートがここまで引けますかね。あ、びっくりした今。これ三点。やってみる。ハンドラ。これ面白い。これ面白い。フィール制御ができる電子トリガーがフィルから出まして、もう発売します。すげえ。よくこのトリガーでこんな軽いって言ってます。そうなんですよ。マリンコントローラーとトリガーバーっていうすごい長い棒が入ってて、それがすごい重くなる原因だったんですよ。ただこのフィルムの電子トリガーはそれをなくして前にセンサーを配置することで、ここで直接検知するゲームになってるので、構造的にトリガー軽くなってます。これは面白い。今日初めて進歩したなんか銃の方かも。一見目今日きちんとした、真面目な銃の銃側の一見目ここ。ダブルイーグルの新製品のスマホでつながるやつ。あのツイート見ましたね。はい、これで、はい、あで、ちょっとステータスがこういう風に出てきたりとか。もう設定してあるんですか？そうですね。で設定も例えばそのフルオートを今これバイナリーとかに設定してるんですけど、はい、ちょっといろいろ。あ、すげえ、はい、ちょっといいですか？あ、はい、これは箱出しですね。箱出しでこれが使える状態になってる。はい、これがセミですか？そうですね、はい、あ、なるほど。これは箱出しで、それバイナリーにして、はい、なるほど、はい、面白いですね。はい、かなり面白いですが、このスマホでつながる体感的なやつがこの価格でできるっていう。あ、安いんだ。はい、側がメタルなんでちょっと4万円は超えちゃうんですけど。なるほど。でも体感っぽいのが入ってるのを考えると。了解しました。ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱり感でかいの。でかい。でかい。一番でかい。お久しぶりです。公式アカウントツイートキャンペーンです。はい。はい、キャップリツイートいただきますとキャッププレゼントです。リツイートしようよ。リツイートしようよ。はい。してください。はい。なんだろう、営業感すげえ。かっこいい。すごい。あ、すげえ。高いでしょ。欲しいな。はい、コンプライアンスレンズ。はい、すいません。今ですね、なんだっけ、戦うメガネ屋さんだっけ。戦うメガネ屋さんに来たら、ものすごいいいシューティングシューグラがあったんですよ。なんかオリジナルのやつなんですよね。そう、オリジナルのやつで、ハイコントラストレンズのシューグラ。はい。しかも、これ、レンズとかも交換できながら、バンドとかもついてる。これもついてる。だから、
バンドが、はい、買っちゃえばいいかなと思って、しかも俺のこのでかい顔、これになかなか俺の顔に合うシューグラってないんだけど、超ぴったりハマるのほらね。しかもハイコントラスト すごい見やすいんですけど、超見やすいよ。で今なんで俺が欲しくなったかというと、見てたら隣の人が貼ってた。どういうことですか。すげえ、レンズも交換できていろんなものにできるから、これ1個あればずっと使えるかもしれないね。そうそう、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらこそ。知ってた。あの有名な吉尾さんですよね。そうですよ。よかった。あ、知ってた。あの Vlog の方ですよね。そうですね。敵が取りたい。もうじゃあ公式になると取らなきゃなんなくなる。このとこ取れば。取ろうか。はい。はい。はい。1000円だって。ね。はい、1000円だって。1000円だって。え、なんか傲慢な。ないですよ。すごく嬉しいです。僕も嬉しいです。僕もすごく嬉しい。いつもありがとうございます。なんでこれみんないないの？インザハウス、インザハウスの前に立てた。うん、千円。千円。うちのもう一人の社長。千円払いましたからね。ありがとうございます。今月から昇進した副社長が。そうね、副社長ですね。すごい。僕と同列になったんで。こんな責任を持つ仕事になると思わなかったです。タッキーさんとの上なんですか。一緒です。一緒です。リオさんと。だからもうタメ語です。嘘。ふーちゃんって呼んでます。今のはガチです。今のカットでしょ。ふーちゃんってマジで呼ばれてます。この辺カットでしょ。この辺カット。かわいいですね。7万2000円分ぐらい買った。うそ、やばいっすよ。115テイラーのデブのせ、あ、買っちゃった。今月分のお給料が、あ、ほんとない。でしょう、ね、ほんとにない。でしょう、貯金がゼロ。明日からずっともやしですね。もやしです。もやし。動きですね。動きです。動きですね。めっちゃ可愛いです。可愛い。一人だいたい1枚か2枚ぐらい取ってかれます。でもなんかイベントによっては一人で5枚とか10枚取ってかれる人もいる。え、吉尾さんは初なんですか？チェキ取るの？チェキとか取るの？嬉しそうな顔。ある意味吉尾さんの初めてのオンラインだった。すごい。誇らしい。いや無理でしょ。お待たせしました。すごい丁寧に書いてもらっちゃった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、お疲れ様でございます。今捕まりまして、はい、はい、どうも。はい、今回ですね、B2A のブースターの方にですね、私デメがお邪魔させてもらいまして、今回あの B2A ものすごくプッシュさせてもらいまして、あの今ありますので新時代のね体験をしてもらいたいなと思ってまして、吉尾さんも12丁ぐらい買うって言ってましたから、本当面白いので、あのぜひ皆さんの仲間内でこういう水鉄砲風なものもありますから、エアガンにも使えますから、ぜひとも遊んでもらって絶対購入していただきたいと思います。あのここまで俺が言うことないんで、嘘ついてないです。吉尾さん全然聞いてないですね。吉尾さん今あのちゃんと情報を取りに行ってましたね。俺今びっくりしたんだけど、安い。あ、そうですね。そんな高いイメージはないね。はい、そうなんだ。安いですね。そうだから、はい、
ただ残念なところもあるんです。これ1個だけじゃできないけど、これとこれとこれが必要になるから、そう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 、3つ1万5000円ぐらいはかかる。そうフルセットだとそうなっちゃう。ただランニングコストと BB 弾かかんないから。そう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 、なるほどね。加えてかかってたら電源ぐらい、電源だけで。それはあの悪いことをギリギリする場合は自動販売機抜いてもらえれば。だからこれあれじゃ反対ですから、あのスペメさんのとこでやってるんでしょ。やってますってんだって。だから一人でね、一人で買って何もできなくても夢さんのとこでもできるんですよ。ぜひパドックの方で遊びに来ていただければ。うちも売ってます。B2I です。はい。ご利用お待ちしてます。お願いします。はい、はい、お疲れ様でございました。爆裂祭りですね。はい。これもまあ本当にすごいですね。人がすごすぎて、うん、撮影するの躊躇したんですけれども、うん、まあ、結局撮るっていう感じね。うん、今日まあデメさんにいっぱい撮らさせていただいて。なんかあのデメ流みたいな感じになりました、吉尾流ね、うん、なりましたけども今日本当結構使ったよ、ね、お金をピッチョさんとこ、うん、今日使わないつもりだったんです僕、ね、使わないつもりだったんですよ。え、使わないつもりだったんですよ。あの奥様にツケを払って終了かなと思ったら、うん、まず奥様のところで、うん、ツケを払いながら、うん、あの缶バッジを買って、うん、ステッカーも買いまして、はい、まあ、これは買わされたんで僕は基本的に買ったんですけども、その後また後で行ったらチェキを取らされました、うん、まあそれはちょっとはめ、そうはめ、うん、チェキね、私がはめチェキ取られました、うん、1000円払いました、うん、さ3名のリオさん、あ、はいはいはい、ね、可愛かった結局プラスになったじゃん。あとシューブラ買っていろいろ買って、でババさんもいろいろ買って、買ったつもりでこれ当たって、ね、あの G&G さん本当ありがとうございます。あと、まあいろいろありましたね。ミサノさんもね、ありがとうございました。そう、ミサノさんです。ミサノさんありがとうございました。今年の運はもう使ったかな、これ、ね、もう使っちゃったね。ハゼビーもね、これバッグ閉まってるしそれはそうでしょ、うん、だって裏持ってますよ。持ってますよ、こっちだから。だからこっちは表ですよ、うん。で、ホノマルさんもなんかいろいろ買いましたし。買いましたね。やっぱりこれ、爆裂祭の魅力っていうものは、お財布の紐を締めとかないと危険な場所っていうことです。まあそんな感じで、また来年もですね、2回ほどやりますから、爆裂祭、今度4月でしたっけ？次は4月の13日だった、うん、ちょっと4月何日か、春です、はい、先になりますが、はい、またあったらですね、ぜひ参加したいと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、それでは、このチャンネルも面白かったら、また動画の中でお会いしましょう。アイルビーバック、アイルビーバック。A bottle of wine, gonna hold you tonight. Oh yeah. Well, we know I'm going away, and how I wish you weren't so.